まずは、ガッチャードの活動拠点、キッチン一ノ瀬です。東京駅から山手線で約4分、秋葉原駅。秋葉原駅で乗り換えて、つくばエクスプレスで約22分、三郷中央駅。三郷中央駅を出て、西出口方向に進んでいきます。駅から徒歩約20分、ユンタク屋で撮影されました。歩くことに10分、こちらの白い建物がロケ地です。夢を追いかけるなら、たやすくないじゃダメさ。認めない。マジで？ただいま。ユンタク屋は埼玉県三郷市にある沖縄料理屋さんで、沖縄出身の方が切り盛りされているそうです。仮面ライダーガッチャードロケ地40連発。今回は仮面ライダーガッチャードのロケ地を1話から33話の中から40箇所一気にご紹介します。続いては工藤風雅が3姉妹に追われたところです。東京駅から常磐線特急ひたちで約1時間15分、水戸駅。水戸駅から茨城交通、渡りゴルフセンター行きのバスで約30分、渡りゴルフセンターバス停。渡りゴルフセンターバス停から歩いて約12分、旧芦山浄水場で撮影されました。芦山浄水場は水戸市にあった浄水場で、1993年まで稼働していました。近年ロケ地として利用され、カメラを止めるなのロケ地として有名になりました。続いては、宝太郎の通うフラス高校です。東京駅から山手線で約11分、日暮里駅。日暮里駅で乗り換えて京成本線で約17分、京成高砂駅。京成高砂駅で乗り換えて北総線で約6分、北国分駅。北国分駅から徒歩約10分。公営ベリタス中学校、高等学校で撮影されました。続いてはカジキが SL を目撃した駅です。東京駅から山手線で11分、日暮里駅。日暮里駅から京成本線で京成高砂駅、北総線に乗り換えて約22分、矢切駅。矢切駅のホームで撮影されました。証拠写真撮っときゃよかったな。まもなく2番線に SL。 え SL 怪物です。なんだこの声。
スチール、スチール、あ、戻ってきた。よし、今度こそ。スチール、なんだろう。劇中では SL が駆け抜けていましたが、現実ではスカイライナーが爆速で通過しています。ガッチャードの撮影が行われたのは2番線の7両目付近です。続いてはケミーが放たれるのを目撃した展望台です。東京駅から丸の内線で約16分、池袋駅。池袋駅で乗り換えて西武池袋線特急ラビューで約1時間17分西武秩父駅。西武秩父駅から西武バスミューズパーク線で約14分、音楽寺バス停。バス停から歩いて約8分、秩父ミューズパークの旅立ちの丘で撮影されました。ミューズパークは秩父市と小鹿野町にまたがる自然豊かなテーマパークです。また旅立ちの丘の近くのスカイロードでもガッチャードの先ほどの直前のシーンが撮影されています。続いては大量のケミーに人々が襲われたところです。東京駅から常磐線特急日立で約1時間15分水戸駅。水戸駅で乗り換えて鹿島臨海鉄道で約15分、大洗駅。大洗駅から歩いて約15分、大洗シーサイドステーションで撮影されました。最後は宝太郎が初変身したシーンです。東京駅から中央線快速で約33分、国分寺駅。国分寺駅で乗り換えて西武国分寺線で約10分、東村山駅。東村山駅で乗り換えて西武西武沿線で約3分、西武沿駅。駅から歩いてすぐ西武園競輪場で撮影されました。続いては第2話からスケボーズが現れた公園です。東京から車で約1時間半から2時間埼玉県深谷市の浅間山公園で撮影されました。撮影されたのはワンパクランド近くのスケートパークです。続いてはリンネが宝太郎に錬金術を見せた公園です。東京から車で約1時間埼玉県埼玉市の川通公園で撮影されました。続いては泥棒2人がいた駐車場です。東京駅から中央線快速で約33分、国分寺駅。国分寺駅で乗り換えて西武国分寺線で約10分、
東村山駅。東村山駅で乗り換えて西武西武沿線で約3分、西武園駅。駅から出てすぐにある西武園競輪場駐車場で撮影されました。続いてはスケボー丸ガムが現金輸送車を襲ったところです。東京駅から北陸新幹線で約35分、熊谷駅。熊谷駅で乗り換えて秩父鉄道で約4分、ソシオ流通センター駅。駅から南方向に歩いて約11分、石山小広報車付近の路上で撮影されました。錬金術師の使命として貴様を止める。面白い。続いてはガッチャードとスケボー丸ガムが戦ったところです。先ほどのロケ地から北方向に徒歩約5分、長島屋で撮影されました。続いては第3話から、カジキがポイゾナスマッシュルームマグナムに襲われたところです。臨海線国際展示場駅。駅から徒歩13分。水の広場公園にあるカスケードで撮影が行われました。続いては、宝太郎がアッパレ武士道と仲良くなろうとしてたところです。大泉学園駅から歩いて約15分、東京都練馬区の東映橋付近で撮影されました。ちなみにこちらもギーツ48話で登場しています。続いてはリンネがパイレッツを捕まえたところです。東京駅から東海道線で約3分、新橋駅。新橋駅で乗り換えてゆりかもめで約16分、東京国際クルーズターミナル駅。駅から歩いて約5分、潮風公園の噴水広場で撮影されました。続いては、宝太郎がスパナに頭突きをしたところです。東京駅から丸の内線で約16分、池袋駅。
池袋駅で乗り換えて東武東上線で約44分、若葉駅から東武バス01系統で約9分、津黒小学校入り口バス停。バス停から徒歩約12分、坂戸市民総合運動公園剣道場で撮影されました。続いては5話の朝日プロレスジムです。東京駅から総武線快速で約40分、千葉駅からバス大宮団地線で約7分、朝日町バス停。バス停から徒歩約3分、 2AW スクエアで撮影されました。ここや、みんなご苦労様。この男の記憶は消した。今の先生から聞いたよ。綺麗さっぱり、ゼロからやり直すさ。大したおっさんやな。続いては6話の橋の下での戦闘シーンです。都営三田線西台駅。西台駅から北方向に歩いて約7分、船戸大橋とその橋の奥にある船戸水辺公園で撮影されました。この船戸大橋は特撮ロケの名所で、数々の作品で登場しています。今回撮影が行われたのは川の北側、橋の下のあたりです。続いてはリンネがさらわれた公園です。東京駅から丸の内線で約23分、中野栄駅。大江戸線で約17分、光が丘駅。駅から徒歩約8分、四季の香り公園で撮影されました。四季の香り公園はその名の通り、四季折々の自然を楽しめる公園です。そんな四季の香り公園の遊具エリアで撮影されたシーンがこちら。もっともっと、じゃあもっといくよ。ついに見つけたぞ。続いてはさらわれたリンネにスパナが気づいたシーンです。こちらは先ほどと同じく光が丘から四季の香り公園から徒歩約4分、天秤橋で撮影されました。続いては少年がお父さんにサボスケのことを聞かれたところです。
またしても光が丘から先ほどの天秤橋から徒歩4分欅橋で撮影されました。欅橋は四季の香公園の西側と東側をつなぐ橋です。続いてはメカニッカニを捕まえた川です。東京駅から丸の内線で約8分、後楽園駅。後楽園駅から南北線埼玉高速鉄道直通で約17分、南鳩ヶ谷駅。駅から徒歩約15分、青木四丁目公園付近の芝川で撮影されました。続いては少年がサボスケと出会った公園です。東京駅から東北新幹線で約40分、小山駅。小山駅から両毛線で約10分、栃木駅。駅からバス、市街地北部循環線で約20分、総合運動公園前バス停。バス停からすぐの栃木市総合運動公園で撮影されました。集中するって。ごめんお父さん。大切にしないとダメだ。変身。ガチャンコ。変身。続いてはガッチャードがドッキリショベルに変身したところです。東京駅から丸の内線で約16分、池袋駅。池袋駅から西武池袋線特急で約1時間15分、西武秩父駅。西武秩父駅から西武バスミューズパーク線で約17分、音楽堂野外ステージバス停。バス停から降りてすぐ、ミューズパーク内のビッグバン広場で撮影されました。続いては京都会から修学旅行で降り立った駅です。東京駅から東海道新幹線で約2時間15分、京都駅。駅の中央口付近で撮影されました。憧れの京都だ。早
早速怪しげな異界の香りが。テンション低いね一ノ瀬、何かあったの？修学旅行だよ、授業の一環なんだよ。いつも型破りなくせに、そこだけマジネか。出てこい UFO。続いても京都会からガッチャードが戦ったお寺です。京都駅から嵯峨野線で約11分、嵯峨嵐山駅。駅から徒歩約17分、法輪寺で撮影されました。続いては冬映画からゼグドラシルが現れた広場です。東京駅から京葉線で30分、海浜幕張駅。南口から西へ約5分、メッセモール南で撮影が行われました。続いてはテンフォートレスが現れた岩場です。東京から新幹線で約40分、小山駅。小山駅から両毛線で20分、岩船駅。岩船駅から徒歩約10分、岩船山で撮影されました。続いてはテンフォートレスの内部です。東京駅から上野東京ラインで約50分、久喜駅。久喜駅から東武伊勢崎線で約1時間、太田駅。太田駅から徒歩約20分、ロイヤルチェスター太田で撮影されました。ロイヤルチェスター太田は日本の美しいチャペルベスト100にも選ばれた大聖堂がある結婚式場です。こちらの通路とビクトリアという披露宴会場で撮影されました。続いてはギーツとガッチャードが共闘したレストランです。東京駅から東北新幹線で約1時間15分、那須塩原駅。駅西口から那須湯本温泉行きバスで約25分、五ヶ市の城バス停。バス停から徒歩約4分、那須森のビール園で撮影されました。那須森のビール園は、札幌ビール那須工場に併設され、出来立てのビールを楽しむことのできるレストランでしたが、残念ながら2019年に閉店しています。続いては19話のリンネがテレビ本編初変身したところです。東京駅から丸の内線で約16分、池袋駅。池袋駅から西武池袋線で約15分、大泉学園駅。駅から徒歩約15分、オズスタジオシティの駐車場で撮影されました。
続いては16話のカジキが石化してしまったところです。東京駅から上野東京ラインで約30分、埼玉新都心駅、駅直結埼玉スーパーアリーナで撮影されました。撮影されたのは埼玉スーパーアリーナ東側のこちらのあたりです。続いては17話の宝太郎がムーンマルガムと遭遇したところです。東京駅から上野東京ラインで約1時間15分熊谷駅、熊谷駅から秩父鉄道で約4分、ソシオ流通センター駅、駅から徒歩約11分のところで撮影されました。続いては17話の湊が冥黒の三姉妹を引き連れて現れたところです。こちらも16話のカジキが石化されたところと同じく埼玉スーパーアリーナで撮影されています。撮影されたのは埼玉スーパーアリーナ東側のこちらのあたりです。続いては19話の宝太郎が輪廻に週肉まんをあげたところです。こちらも輪廻のテレビ本編初変身と同じく大泉学園駅から徒歩約15分、白子川の東映橋付近で撮影されました。続いては20話の宝太郎と輪廻がエンジェルマルガムと戦ったところです。池袋駅から東武東上線で約30分、川越駅、駅西口から西武バス川越35、36系統で約10分、尚美学園大学バス停、バス停から歩いてすぐの尚美学園大学で撮影されました。続いては22話のズキュンパイアが現れたところです。
東京駅から上野東京ラインで約16分、赤羽駅、赤羽駅から埼京線で約5分、戸田公園駅、駅西口から下笹目駅バスで約4分、氷川町3丁目バス停、バス停から徒歩約8分、戸田公園大橋で撮影されました。続いては26話の風雅が消滅してしまったところです。東京駅から京葉線で約30分、海浜幕張駅、駅から歩いて約7分、 M ベイポイント幕張ビルで撮影されました。撮影されたのは M ベイポイント幕張ビル南側のこちらのあたりです。続いてはガッチャードとエターナルが戦ったところです。東京駅から特急日立で約1時間15分水戸駅、水戸駅から県庁バスターミナル行きバスで約18分、県庁バス停、バス停から歩いてすぐの茨城県庁でとあるロケに遭遇しました。こちらが仮面ライダーロケの聖地、茨城県庁です。こちらの茨城県庁舎は1999年にできた茨城県の行政の中枢部となる施設です。2006年の仮面ライダー兜以降、最新作のガッチャードに至るまで毎作品で登場しており、仮面ライダーファンであれば誰もが見たことのある光景が広がっています。撮影されたのは県庁舎西側にある立体駐車場の付近です。なんとたまたま撮影日にロケ地巡りをしており、遭遇することができました。詳しくはこちらの動画をご覧ください。ちなみに茨城県庁は16話でも使われています。撮影されたのは県庁舎前にある広場です。このチャンネルでは仮面ライダーロケ地動画を続々更新中。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。